芝浦中央公園は東京都港区江南一丁目にある港区立公園。面積45,781.97平方メートル。港区内の芝浦江南地区における最も面積の広い公園である。東京都下水道局芝浦水再生センター内の罰基層の上部を鉄筋コンクリートで蓋をして作られた人工地盤の公園。 AD の4つの面に分かれており、敷地南側で品川シーズンテラスの敷地と接続している。港区が管理する港区立公園であるが、NTT 都市開発が管理する品川シーズンテラスの敷地と連続して一体化しているため、一般には品川シーズンテラスとして認識されている。公園内では桜、花水木、あじさ口なし、猿すべり、サザンカ、 椿など四季折々の花が楽しめるほか、ビオトープ周辺では、トンボなどの昆虫やガルガモなどの野鳥も見られる。また、高層ビルの谷間から、レインボーブリッジや新幹線が望める人気スポットになっている。高輪ゲートウェイ再開発に伴って、芝浦中央公園と高輪ゲートウェイ駅は歩行者、専用デッキで接続される計画がある。近年は、 t v ドラマロケーション撮影や音楽 PV 撮影の名所にもなっており、品川シーズンテラスは施設内のロケ実績をまとめたロケ地マップを発行した。公園西側にあるシワフト松を中心に各種の植物が植栽された日本庭園エリア。桜、花水木、紫陽花、口なし、サルスベリ、サザンカ、椿など四季折々の花が楽しめる。主な施設はアズや、 富士複合遊具、鉄棒、ブランコ、砂場、スプリング遊具、トイレ、人工芝とゴムチップ舗装で舗装された、ボール遊び広場、木製アスレチック遊具のある、芝生広場。港区の花であるバラが植えられているバラ園があり、約40品種のバラが植えられている。主な施設は、木製アスレチック遊具、ドッグラン、バラ園、バスケットボール、芝生広場、 木製アスレチック遊具、ビオトープ、管理事務所、トイレ。旧海岸通りを挟んで ABD 面の向かいに位置する芝浦中央公園運動場エリア。主な施設は人工芝テニスコート、テニス練習ボード、フットサル場。園内で最も広い芝浦水再生センターの上部に建設された商業施設の緑地と一体で整備されたエリア。広大な 芝生地季節を通じて草花や生き物が移り変わる。芝浦水再生センターからの再生水を活用した失笑花園を点在させることでさらなる生態系の充実を図っている。主な施設は芝生広場、噴水、失笑花園展望台、ウッドデッキ。夏季のイベントをはじめとして四季を通じて様々なイベントが行われる。ありがとうございます。